さて、てスケッチの方、えー、見いいいこうというとうに思います、えー。今回のスケッチなんですけれども、えー、ポイントは、えー、群像ですつまり人がたくさんいるシーンというのをどういうふうにまとめるのかということですね、えーまあ、たくさん人がいるっていうのはあの前にマネーとかでも登場したんですけれども今回はある まあ舞台のシーンみたいなものですね場面みたいなものっていうのをイメージしていますあとこの時代インクレムラントインクのデッサンが多いわけなんですけれどもこれは鉛筆というふうな場合道具ですねこれ結構後の時代になってできるものなんですねだから我々がこうスケッチとして紙と鉛筆というふうに言ってるのと1600年代って ちょっとと道具のの感覚がが違うそこ,のところがありますただ、もしかするときにはもちろん鉛筆で構わないわけですけれどもそこのところあの一つ味わってもらうのもありかなというふうに思います、えー。ハガルとイシュマエルを追い出すアブラハムということで旧約聖書に撮られたシーンから、えー、題材を求めています。 これもも人物物そうでですすし、後ろの建物ですよね。ここのところもうまくここの中へあの場面の中にはめ込む、えー、重要なテクニックじゃないかなと思います「ドラアレ人の夢を解き明かすヨセフ」旧約聖書のストーリーから取られたものになりますこれも何人かの人をどういうふうに構成して一枚の絵の中に えー、置くのかというふうなスタディの一つだというふうに考えていいと思います。すキリスト新約聖書からになりますよねこれもどういうシーンを描いたらいいのかなというところの検討としてこういうふうな書き方で、えー、いいんだというところ。 勉強してしてほいいかななとううふうな感じですね、えー、仕事着の自画像なんですけれどもこれは単刀直入にレッサンとして勉強になるんじゃないかなと思います、えー、っとそんなに時間をかけずにですねさらさらっと、えー、姿を描き写すというふうなテクニックですよねでしかも あのいろいろなこうプロポーションとかの整合性も取れているとどういうふうに線をこう選んでどういうふうに書かないでおくのかそこら辺の選択ですよね、えー、一つの例としてこうボキャブラリに入れておくといいかなと思いますこれは道具がちょっと違うのでまあ 必ずしもこれは参考になるかどうかはあれなんですけれども、えー、っと、一つ事例として置いておきました。バントをつと帽子をつけた老古時期となってますけれども、素材がクロッチョーク、えー、ですので、今の,あの模写としてもやりいい題材になるのかなと思います。これも形態をこう把握する やり方ですよね。ここのところの要するに先ほどから言っているラインの選択ですよねここのところは勉強になるんじゃないかなというふうに思います全部を書く均等にこう線を入れる必要はないということですねどこを書けばそれなりに見えリアルに見えてくるのか、えー、しかも短時間で まとめるスケッチとしてですねそういう意味で勉強になるんじゃないかなと思いますキリストとカインの女ということで、えー、新約聖書から取られたストーリーで、えー、複数というかかなりたくさんの人が登場していますけれどもどう誰がどういうふうなポーズをとってですね、えー 全体構成すればこ,この場面をうまく表現できるのかというふうなスタディですよねというところで、えー、見てもらえばいいかなというふうに思います今回はこれで、えー、終了ということになります